旧大浜警察署は愛知県碧南市にある建築物。自社が集中する大浜寺町地区にある。1924年に竣工し、1961年まで警察署として使用された後、1973年から1989年までは公民館などとして使用された。鉄筋コンクリート作り2階建て。設計者は、 大中はじめの可能性があるが定かではない。文化財指定はされていない。1887年7月11日、この地に木造の地流警察署大浜文書が新築されて、開庁した。1911年4月16日には、安城警察署大浜文書に改唱している。大浜警察署の木造庁舎が老朽化したことから、 1924年3月30日、安城警察署大浜文書の新施設が、鉄筋コンクリート作りで開庁した。同年8月7日には、大浜警察署として独立している。壁海軍新川町、大浜城、棚尾町、高浜町、朝日村、明治村の6町村を、管轄範囲としていた。1924年に、 鉄筋コンクリート造り2階建ての本館が竣工した。あと、両脇の木造平屋建て部分などが増築されている。1948年3月7日には、新川町、大浜城、棚尾町の山頂による、壁内組合警察署に解消した。同年4月5日には、壁南市警察署に解消した。百五十四年七月一日、愛知県警察が発足して、 壁内警察署に改称した。1961年7月20日、よそに壁南警察署が新築移転し、この建物は警察署としての役目を終えた。1973年3月20日、愛知県地流土木壁南出張所の建物となった。1974年10月1日には大浜公民館の建物となり、 1982年4月1日から1989年3月9日までは大浜織公民館の建物として使用された。2009年3月28日には外観整備工事が完了したが原則として建物内部への立ち入りはできない。気圧計のある石中1918年の米騒動や1923年の関東大震災などを経て、 警察署の建物は安全面が重視されるようになったことから構造形式としては鉄筋コンクリート造りが採用された。建築様式には直接的な幾何学模様を取り入れたセセッション様式が部分的に採用されている。玄関の南側にある八角形の洞爺が目を見張る。敷地の北西部にはバロメートルを埋め込んだ石柱が据えられている。 絹浦湾に注ぐ堀川に架か,かる港橋のすぐ南側にあり、愛知県道50号名古屋壁南線に面している。壁南市の大浜地区は歴史、文化、景観資源が豊富なことで知られ、旧大浜警察署は大浜地区の景観の中でも代表例とされる建築物である。ありがとうございます。